僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者。今日の内容はですね、締め切りが終わって、もう気分がすがすがしい、スカッとした気分でですね、大豪遊する。もう行きつけだね、ここはね。小学生の時からのここです。駄菓子屋。今日はちょっと奮発して、いっぱい買っちゃおうかな。この辺のアイスも好きなんだよな。あのゼリーの固まらせたやつあったっけな。あのゼリーのやつってありますか。ゼリーも売り切れ。あ、あれ大好きだったんですよね。ソーダ味。あれラムネってありましたか。あったあったあった。俺もラムネも。これラムネって瓶返したらお金もらえるんでしたっけ。あ、捨てるやつ。あ、そういうやつか。変わったんですか。いや、前々から。あれそうでしたっけ。あ、じゃあピンクのこの。ちょっと多めに買ってもいいですか。大人なんで。はいはいはい、あ、これも大好きだ。いや、ほんと、これ、僕、小学生、ちっちゃい頃から来てて、そのまんまなんですよ。ほんとそのまんまですよね。あー、これも大好き。これ、三つあんず、確かね、荒川区で作ってるの。あれ違いましたっけ。荒川区で作ってるの、どれだっけな。あ、台東区、これ、西浅草で作ってるの。これも大好きです。これも買います。あと、どれ買おうかな。梅ばあちゃんってどれだっけ？あ、これ、こんなの、これは知らないな。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい？じゃあ、じゃあ、君のね、センスにね、かけるよ。梅ばあちゃん、僕もこれ買います。どんどん、あー、これも好きなんで。これがまず好きですね。フルーツの森。これも大好き、これ。これも買います。大人だからね、なんと言っても。あれがないな、きなこ餅。あ、きなこ棒か。なんかこういうのできなこ餅ってありませんでした。あ、終わっちゃったんですか。あれも大好きだったの。それね、あの、もう夏になるとね。あ、ベトベトになっちゃうんです。あー、確かになってます。じゃあこれ、もっちゃんで我慢しよう。あと、きなこ棒。あと、荒川区で作ってるなんか、きなこ、あんこ玉ってありましたっけ。あ、ないね。あれも大好きだったんだけどな。あ、このラムネ大好き、このラムネ。このラムネも、これ神ですから、これ。これも買うでしょ？これ大好きです。これソフト菓子、これ。これもね、完璧なんだよ。あ、ふ菓子も大好き。はい、ふ菓子大好き。あーっと出ました。カステーラ。これ大好き。カステーラ。あ、違う。これじゃない。こっちか。これも大好きです。カステーラ。じゃあこれと、あとこの占いのこの20円に値上げしたこのこれと、あ、じゃあこれで、お会計をお願いします。あ、でも、これ、おでんもいただいてもいいんですかね？はい。わー。じゃあ、なんか、今日、一番熱いやつどれですか？煮詰まってるやつ。あ、じゃあ、卵1個と、昆布と、その、ちっちゃい丸いやつ。ボールね。あ、ボール。とりあえずそれで、じゃあ。いい？はい。150円。安い。150円。しかもこうやっておつゆもいっぱい入れてくれるんですよ。あ、すいません。じゃあ、これで全部で、この、ね、お金に。安い。ここで食べていってもいいんですか？これがほら、さっきのお菓子。はい、これ入ったの。はい。じゃあ、いただきますね。まず、赤さやのこのね、おでんか。おでん150円だから、これ。ピンクのこのラムネでですね、おでんを飲み込むのがいい。いいんですよね。これ、バーってきます。バーって吹けますかね。吹かなくてもね、ちょっと。あ、うん、これがですね、ボール。これだって3個入っていくらだろうな。3個で60円。1個20円ですよ。うん。うまい。うん。うまいな。あとこれ昔のあったでしょ。あれ？前よりうまくないな。あれ？こんなんでしたっけ？カカカカカカンってなりませんでしたっけ？ねえ。あれ？いや、これさ、650円でさ、こんな100円のおもちゃ買って650円だから、実質550円でさ、こんなに、豪遊できるってさ、どこまでオズにね、合う場所なんだよ、ここは。うん。ほんと最高だぜ。ゲームもね。で、お腹いっぱいになったらこのゲーム。
キングオブファイターとかさ、サムライスピリッツ、ネオジオのまさにこのハイスパーガールの世界、メタルスラッグだよ。なんかあれ、マーベル、スーパーヒーロー。マーベルでしょ。今一番人気はメタルスラッグ4だから、これ。チクワブ人気だもんな。ね、あっミノは何年ですか？何年？6年です。6年？2人とも6年？全然手の高さ違うじゃん。一番ちっちゃい。もっとでかいしてる。6年つったら何が流行ってんの？ 3DS？ 大乱闘。今持ってる？対戦する？ボコボコにしてあげるよ。え？何使ってんの？俺が一番好きなのは、うん、ブラックペッパー？うーん。ポケトルとかやってる？ああ、私。バチクレルセンターとかやってる？やってない。やってないか。やんない方がいいよ、これ。お金どんどん吸い取られるから。じゃあ君たち帰るんだったらこれあげるから。このね、僕が書いたね、スペシャルマンガ、あなたたちにあげるから。これ読んで勉強して大人、いい大人になって、立派な大人になって。はい。事案じゃない。これ事案じゃないからね。あ、どうもごちそうさまでした。美味しかったです。相変わらず美味しかったです。よし、じゃああとは外でね。すいません、お邪魔しました。また来ます。あ、その前にこのサーフアタックでですね、合流がてら、こちらのですね、この無限の可能性を秘めたですね、この機械、この機械で一攫千金狙います。考え方としてはね、ここか、違うな。ここを通して、ここに入れればいいんだよ。よいしょ！よいしょ！よいしょ！あとはね、あれだね。ガチャだね、ガチャ。やっぱり、ガチャどれやるかなんだよな。モビールペッタンか、あとこのサイバーデジタルウェポン。こっちの妖怪メダルは当たらないってやつね。あと煙の出るタバコでしょ？このワイルドリング。全部買っちゃおうかな。全部は無理だろ、でも。タバコか。こんな100円でやるやついるか、今の子供で。ほら、タバコ出た。服だけで本物の煙が出るんだって。絶対に吸ってはいけませんだって。じゃあタバコやるだろ。じゃあ待って、タバコとりあえずクリアしたってことで。次はですね、このワイルドリングいきます。この商品にはハズレが入ってるんだって。じゃあワイルドリングいきますね。この、ヒョウのね、ヒョウの指輪が入ってるっていうやつ。頼む！当たってくれ！ああ、外れた。なんか変なやつ来た。外れました。まあいいや。じゃあ、ノビールペッタンいきますか、これ。ノビールペッタン。いや、当たるまでやるわけないだろ。それって、パズドラとかと同じ廃人になっちゃうから。当たれよ。これは当たるだろ。これ全部当たるだろ。よし、オッケー、ノビールペッタン。まあね、今ね、こういう状態になっちゃいましたから。大富豪ですよ。こんなのちっちゃい頃絶対できなかったもんな。こんな、得体の知れんさ、ガチャをさ、4連ガチャ。君たちでもデジタルデータでこれやってんだろ、今。やっぱりガチャっていうのはさ、本当にこうやって、中にあるものをやるべきなんだよ。よし。じゃあちょっとね、ちょっと一息ついてね、あっちの公園の陰で、レビューしますから、駄菓子レビュー。じゃあですね、今日僕が買ったね、戦利品。まずまあ食べ物は、これはこれですね。これ。アメリカンクラッカーの店も見てます。まず第1弾。皆さんね、これ。これ知ってる？ニコニコラムネ製菓。これ、葛飾区新小田で作ってる、これ。うん。このね、
甘すぎず、酸っぱいこの感じだよ。甘すぎず、酸っぱすぎず、絶妙なラインをついてくる。そしてこのカッサカサ。この感じね。ほら。この感じ。わかる？粉っぽなの感じ。君たちさ、どこに住んでんだよ。こういうさ、経験してんの、駄菓子屋。僕はもう学校から帰ってきたらすぐ駄菓子屋で、黄金のね、100円握りしめてですね、ドクターペッパーの瓶と、50円の豚麺みたいなやつあるじゃん。50円の豚麺とね、ドクターペッパーの瓶をね、まず買うの。100円で。それで、もう、ディナーって呼んでたからね、それを。僕は小学校2年の時、ディナー。で、そのドクターペッパーの瓶をね、返すと10円もらえるんですよ。その10円で、チョコのさ、お金型のチョコのやつあるじゃん。お金型のチョコのやつ。で、めくるとさ、20円とかたまに100円とか当たるやつなんだよ。あれを買って、あれで一撃必殺にかけてたんだよ。次、こちら行きます。本日のね、豪遊スペシャルディナー。このソフト菓子行きますよ。これソフトクリームのね、模したね、ものなんだけどさ、わかる？これ。こういうものなんだけど、すっかすかなの。これ美味しいんだよな。そう、これ大好きなんだよ。うまい。そう。これなんです。そして次にですね、こちら。プチプチ占い。これもさ、占いがさ、3×1、2、3、4、5、18個も占いができてですね、20円です。これもうまいんだよ。例えばですね、じゃあ、僕の人気をですね、人気度を今から調べます。まあね、こんなのね、調べなくてもわかるよね。20丸が良い。丸がやや良い。普通が三角で、悪いが×。じゃあ僕の人気をですね、人気ってやっぱ人気商売ですから、僕たち。なんだよ、これ。変な虫くんなよ。かじゃねえかよ。罰に決まってるとか言ってるけど、はい、残念、人気丸でーす。丸。次はですね、こちら。これ僕大好き、これ一本10円だったよな、昔は。で、なんか瓶みたいなさ、こういうガチャガチャガチャって開けるところから、こう一本自分で取り出してさ、やってんだけどさ、このカステラになんか、砂糖がまぶしてあってさ、知ってる？これ。カステーラってやつ。これもね、結構好きだったよ、僕。うん。硬いんけど、これ。硬いの。で、すっかすかなんだよ。そんなんだよ。な、これも、食べ方のコツがあって、まずこうやって加えてから、棒の方を回すんだよ。棒の方を回す。かっけ。かっけ。うん。棒の方を回すことでね、ほっぺたが汚れずに食べられるわけ。ほんとね。うん。こわくわ。あとはですね、ちょっと今回不本意だったんですけど、こちらにしました。このね、もっちゃん団子っていう。ほんとはこれのきなこバージョンのね、僕はきなこバージョンが好きだったんだよ。あ、口の周り青く汚れてるのは、これはですね、青ひげですから。駄菓子とは何ら関係のないですね。勝手に汚れたやつですから。あー、これでもあんま好きじゃないな。これ僕あんまりちょっとこの色といいね、あんま好きじゃないんだよ。ほら。あとこのまぶしてある、砂糖がまぶしてあるから。これはあんま好きじゃない。これみんな買わない方がいいよ。これ昔からなかったもん、こんなの。最近のガキどもにさ、子供騙しだわな、こんなもんは。昔からないってことはやっぱりそういうことなんだよ。もう食いません。あとこれですね。みなつねの蜜あんず。これもですね、これ長持ち商品として僕は結構買ってたね。駄菓子屋行ってもさ、やっぱりさ、金持ちのことさ、我々貧乏人とではさ、滞在時間が同じでも、金が違うんですよ。そういう時にこれがね、これだったらちまちまね、こう、先っちょをですね、ちょっとだけ開けてですね、こうやって、ちょっとだけ開けて、もうずーっと、こうやって、うん。こうやって、ちまつなんです。最後にこのでかいあんずを一気にガブっていく。これのさ、アイスバージョンもあるじゃん、アイスバージョン。
アイスバージョンもあれ好きなんで、今でもね、普通に食うからね、5本入りの、5本入りのやつ。やっぱアンズはさ、いいよね。うん。まあ、原材料も水飴に、干しアンズに、砂糖、蜂蜜。だからね。だからこれ、原材料名っていうのは皆さん知ってる？最初にあるものほどたくさん入ってんだよ。だから、水飴の次にアンズが入ってんだよ。これって結構優秀だよね。最後にね、このね、漂白剤っていうのがね、アリウ酸塩とね、アリウ酸塩っていうのが入ってるけど、確かにこれはやばいけど、最後に入ってからいいんだよ。ちょこっとだけ入ってるだけだから。で、さっきのね、アニマルリングの外れがこれですよ。こういうさ、下水商売今でもやってんのな。何これ。こんななんか藁で作った紐みたいな。あとはこちらね。お待ちかねの、タバコ。タバコ。こういうのね、やっぱ子供時代はさ、こんなタバコなんかに憧れるんだよ。でも、ほんと子供、タバコって意味ないから。これ見てる人吸わない方がいいよ。こういうの、おもちゃがあるからタバコに憧れたりするんだろ。タバコなんてね、百害あって一利なしですからね、皆さん。タバコがかっこいいっていう文化なんとかした方がいいよ。タバコを加えて息を吐くだけで、あれ？本物のタバコみたいまで煙が出るよ。なるべく強く息を吹いてね。絶対に吸わないでね、だって。ほら、ちゃんと。じゃあやってみるよ。出た？出た？これ好きなんですよ、ふがし。うん。このサクサクタイプ。もうこのサクサクタイプが好きなんですよ。このさっくりした、外周がさっくりしたやつ。いやー、気持ちいいですよね。締め切りが終わってですね。解放すべてに解き放たれてさ、この広い空の下さ、いくらでも昔はね、計算して買ってたものをね、金の計算もせずにね、欲しいものを欲しいだけカゴに入れて買うっていう。いや、全然僕小学生が大人になったらこんな感じじゃないよ。超越してるわけよ。大人としてのさ、その頭脳とかも全てを超越して、オッズ理論に基づいて、居酒屋とかの方がまさに、僕にしてみれば居酒屋とかってガキだと思うんですよ。あれ全然高いじゃん、居酒屋とか。あとお酒ってあんまり別にどうでもいいじゃん。結局行き着くのは、こんなにコストパフォーマンスが高くて楽しめる店ってのは駄菓子屋なんだよ。ニュートラルな視点で見てみな。宇宙から来たらね、宇宙人の気持ちで見てみろよ。絶対駄菓子屋の方がいいでしょ。そういう若いところのね、情報を常に仕入れてさ、あ、今スマブラが流行ってんのか、だったらスマブラ強くなってね、こいつらボコボコにしてやろうとかさ。なんか、キーボードのさ、上がさ、粉みたいのがいっぱいついてるんですけど、さっきのなんか、さっきのなんか、こういう串のやつ。いや、タバコか。なんなんだよ、この粉。何の粉なんだよ、あのタバコの痛いの知れない粉は。じゃあ皆さんお待ちかねのね、梅ばあちゃん息食いしますんで。これガムかな？チューイングキャンディー。あ、あれか、チューイングキャンディーね。ハイチューみたいなやつね。じゃあ、いただきます。うん。ああ、うまい。梅ミンツのでっかい版だね。梅ミンツのでっかい版。うん。歯にくっつくね。あ、なかなか今のね、さっきのガキはね、グルメだね。騙されたと思って、騙される覚悟で買ったんだけど、なかなかいいよ。任天堂の下半期ラインナップについてだね。なんでね、公園で駄菓子食いながら、任天堂の下半期のラインナップを語らなきゃいけないわけ？パソコンに向かって。それこそ、気違いですから、そんなことしたら。
あと、ドラクエをさ、最近さ、カムバックキャンペーン、カムバックキャンペーンっていうのね、ジャンクハンター吉田にそそのかされて、なんかね、自分がね、なんか乗り物みたいの欲しいから、60日以上やってない人がログインして紹介すると、なんかその乗り物がもらえるんだってさ、その乗り物欲しさにさ、Facebook でさ、小辞儀みたいな行為してる。いつもはこんなことしないんだけどとか前置きした上でさ、誰かお願いだから僕のね、ID をね、やってください。紹介キャンペーンの名前書いてくださいって言うからさ、仕方なくさ、ジャンク反対をして、あいつまだやってるからね、未だにドラクエやってるから。うん。ほんと、あいつはね、時間をドブに捨ててるようなもんだね。そんなさ、ドラクエにさ、1000時間以上つぎ込む時間があったらさ、いろんなゲームやれっつうんだよ、もっと。将来さ、20年後振り返った時さ、てめえの思い出ドラクエしか残んないんだよ。そんなつまんないゲーム人生でいいの？僕はさ、20年後さ、ゲームライフを振り返った時にさ、いろんなゲームがあるじゃん。バッジトレイルセンター、ポケトル、ゼノブレイドクロス、ポケモン Y、妖怪ウォッチ。うん。吉田バカすぎ。ではですね、こちらいただきます。これもですね、2の食い方はですね、先っちょにちょっとだけね、切り込みを入れてですね、こうやって、こうすることで、まあこれがね、正式な食い方だけど、見てな。一気に来るから。あと、こういうふうにね、最後の方に残ってるやつも、やっぱりこれゼリー状だから結構こう傾けば出てくるんですよ。だから、変にね、追わずにですね、これはあれと一緒。女性と一緒。女性を、変に追うとさ、ストーカーってなっちゃうじゃん。変に追わずに、こう、なるように流れに身を任せてこうやってやれば、ほら、寄ってくるわけよ。わかる？おい、ジン見てる？だからお前さ、そうやってエリリカとかにあえて、ハニートラップにさ、ガツガツ行くからダメなんじゃん。こうやって女性と一緒なんで、これゼリー、ぐるぐるゼリーと一緒なんだよ。ねえ。こうやって待ってれば来るから、ちゃんとここに。自然の時の流れの重力に従って。来たところをこうやって、ああこうやって、来たところを美味しくいただけばいいだけなんだよ。わかる？これ勉強になるだろ。これ、考えようによってはさ、この僕っていうさ、地球の司法とさ、駄菓子屋デートをしたっていう感覚に陥りませんか？バーチャル駄菓子屋デート。よかったでしょ？一緒に、一緒に駄菓子屋、あ！罠出ました、罠。今僕は、用事をぶっ刺しながらですね、このお皿に乗せたね、ゼリーをつまんでたんですよ。そしたらこう穴がドボって開いてですね、全部下にこうやって、見えますか？全部こうやって落っこっちゃってんのね。罠出ましたね。もう食えないじゃん、落っこっちゃったやつ。お皿が脆いよ、これ。こんな姿が泣いちゃんだったらやめてよ。うん、拾っとくけどさ、もう拾うけど食いませんよ。さすがに落ちたものは。これクレームだな。これクレーム問題だな。なんかアリンコがいっぱい落ちてるんですけど、僕のとこ。なんかアリンコが、このアリすげえでかくない？ほら。何これ、女王アリじゃん、絶対。でかっ！これ女王アリだろ。いやしいな、女王様が僕の。でかっ！いや、いないよ、このサイズは。さすがに。最後に、今回の一商品。でれれ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 でーん！こちらになりました、梅ばあちゃん。あのね、駄菓子屋ね、駄菓子屋にいたね、ガキンチョが、やたら推してた、この梅ばあちゃん。